ろ走れ多いチャンネルです。今日はですね、新しいバッティンググローブを紹介していきます。今回はいつも自分が使っているミズノのやつじゃなくて、ちょっとネットで探してて、こちらのベースマンさんっていうのがあるんですけど、ここで、ベースマンさんのメーカーがあったので、それを買ってみました。それがこちらになります。こちらのベースマンというメーカーの、新しいバッティンググローブですね。で、これ種類が何種類かあって、まああるんですけど、自分はちょっと青と白のやつを購入しました。今日はちょっとこれをね、つけてどんなもんかなっていうのを紹介していきます。今回はこちらの白とロイヤルブルーっていうのを買いましたね。サイズが M サイズになります。ちょっと近くで見ていきましょう。はい、今回買ったのがこちらのベースマンさんのバッティンググローブです。ダブルベルトになっていまして、ロゴはシリコンのやつを使っています。で、ここはプリントですね。プリントされていて、ここにベースマンと、メーカーの名前が入っています。で、内側は、こんな感じの風になっていて、まあ一番削れてしまう部分がちょっと補強されてるかなと思いますね。ここ二重になってます。あとはここは普通のシングルですね。で、ちょっとつけてみます。はい、バットを持つとこんな感じです。いつも使っているのが水のプロのやつの最上級のやつを使ってまして、こちらが、3800円ほどで購入しました。いつも使っているのが水のプロのバッティンググローブで、ちょっと初めてベースマンさんの、バッティンググローブを購入したんですけど、結構やっぱりさっき言ったこの補強されている部分がしっかりとしているので、まあここの部分に関しては切れないかなと思いますね。あとはまた使っていってどうかっていうのを、紹介していきます。とりあえず持った感じとしましては、そこまでこう中で動くってわけでもないんで、普通にこうしっかりと持てると思います。ちょっと振ってみますね。はい、今軽く振っていたんですけど、やっぱりこう中で動くっていうのはないんで、まあ、普通に練習で使っていこうかなと思います。で、もしよければ試合に、試合用で使おうかなと思いました。まあ、いつも片手で使ってるんで、とりあえずこっちはちょっと外しておくんで、また何かあれば、まあ、プレゼント企画にでも出そうかなと思っています。はい、というわけで今日はこちらの新しいベースマンさんのバッティングロボを紹介しました。皆さんもぜひ一度購入してみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、ツイッター、いいね、よろしくお願いします。では、オーリッシュ、オーリッシュ。チャンネル登録お願いします。はい、今回紹介しましたこちらのベースマンさんというサイトですね。本当に野球用品がかなりありまして、ベースマンさんの限定商品もたくさんあります。で、今回紹介したのがこちらのバッティンググローブで、他にも、最新の、まあ、アンダーアーマーとか、まあ、いろんなメーカーのが置いてありますね。で、あとはまあ他に IP セレクト、ナイキ、ザナックス等々いろいろ種類がありますので、皆さんぜひ一度ベースマンさんのサイト行ってみてください。詳しいことに関しましては概要欄に貼っておきます。かなり最新の情報も入ってきますので、ぜひ一度チェックしてみてください。他にもいろいろ売ってますね。はい、では今日の動画は以上となります。チャンネル登録よろしくお願いします。